こういう鮮やかさを目の前で見せつけられた鈴木啓司、高橋和彦との対戦です。これは国士舘の先輩後輩、はい、高橋選手はあの鈴木選手の付け人などもやっていたそうですね。そうですね、はい、オリンピック世界選手権の時なんかには付き人をしてましたからね。鈴木啓司の胸を借りて強くなった選手ですよね、しかもあのグランドスラム東京で決勝戦では高橋が勝ってるんですね。そうですね、鈴木としてはやはり続けて負けるわけにはいけませんから、はい、今回は必死だと思いますね。しかし今日の鈴木啓司は非常に順調ですね。はい、技が切れてますからね、はいはい、その技が高橋に通じるかどうか。高橋選手の方はどんどん前に出てくるタイプなんですね。そうですね、前に出て圧力をかけてるもんですから、今のように鈴木が内股をかけても余裕を持って残してますね、はい、今日2回足車で勝ってますよね、はい、今いいところ入ったんですけどもね、あの引き手が不十分でした。教育的指導高橋、高橋大外刈りを狙います。さあそれぞれの狙いとしたら、もうお互いに左の相打つで、大外刈りから小外掛け、あるいは谷落とし気味に行きましたね、はい、今のは技の効果はありましたね、はい、鈴木はよくこらえましたね、はい、また同じ形ですね、 ですね、はい、これはあの鈴木よくこらえました、はい、しかしあの高橋はいいところ攻めてますね。こういうところは審判には強い印象になって残るでしょう。そうですね、もうがむしゃらに出ますね。これ今の高橋の大外刈りを鈴木が返したんですけども、副審が手を振ってましたので、今のは場外という判断になるんじゃないですかね。ポイントがないまま結局旗の判定になりました、はい、高橋の方に教育的指導が一つ行ってますけども、はい、その分後ろ2本高橋の方に上がりました、はい、技の効果という面では、高橋のあの大外刈りから谷落としの連絡技がありましたので、まあ、非常に際どい判定ですけども、2対1で高橋に上がりましたね。先輩の鈴木を破った高橋、4回目の優勝はなりませんでした鈴木、ここで敗退です。ああ新旧行動官庁が肩を並べての観戦です。立山に宗田、いよいよ準決勝、4人に絞られてきました。前回の立山はベスト4、3位になっています。一方12回連続出場の宗田は準優勝が3回、そして3位が2回という実績があります。宗田にとっても悲願の優勝ということをね、そうですね、心に刻んで畳に上がっていると思いますが、立山宗田の対戦、さあ何がポイントになりますか。やはり立山の方が一回り二回り大きいですから、はい、宗田がどうやってこの立山の懐に入るかですよね、ちょっと立山の圧力に宗田が押されてますね、はい、まあ、宗田選手は国際試合なんかではこういう大きな人とは対戦してますからね、はい、ただ同じ大きな相手でも外国人と日本人とではまた柔道の質が違いますので、はい、やりにくさというのはあるかもしれないです ね、はい、立山の方は指導、宗田が2つ目となるので注意になりましたね。そうですね、もうここからは宗田は強引に行かないといけませんね、支え擦り込みはしたが
体重を預けていきました、立山。今思い切っていきましたね、はい。まあ、このような技をどん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 繰り出していけばまだチャンスはあると思います。多少のリスクを犯してでもムネタは入っていかないといけないですね、はい。ポイントの上でリードされていますムネタ。この組手からでもムネタは右の袖釣り込み腰などに入れるんですけども、ちょっと入れないでいますね。さらに重なって警告になりました。立山が注意、ムネタが警告です。もうムネタとしては技あり以上取らないと逆転できませんから、もうあとありませんね、はい。もうあの一本取るつもりで思い切った技に行かないといけないんですけども、結局はブザーです。時間切れ。ムネタベスト4で敗退となりました。立山が決勝進出です。立山が昨年はね3位止まりだったんですが、はいはい、圧力勝ちした感じですね、はい。宗田がポンと背中を叩いて頑張れよというところでしょうか。さあ決勝進出を決めた立山、その立山と決勝で対戦するのは穴井でしょうか、高橋でしょうか。2回目の出場で高橋選手はここまで勝ち上がってきました。2連覇に試合はあと2つ、穴井。さあここはどの辺がポイントになるんですか。左の相四つなんですけども、お互いに相手に釣り手を十分にさせたくないっていう気持ちがあると思うんですね、はい。そこでどちらが先に釣り手で左の手でですね、いいところを持てるかっていうのがまあ勝負になるかと思うんですけども、はい。こうして引き手は引けるんですけども、お互いが釣り手取れてないんですね、はいはい。まず高橋があの体勢から内股に来ましたね、はい。奥襟立った、はい。ちょっと高橋が先にと技を出してますね、はい。お互いに十分ではないんですけどね、はいはい。今穴井持ってますね、はい。しかし穴井が十分になった時でも高橋のがこう先に技が出てるんですね。先手に攻めてますね、はい。本当 0. 何秒の世界なんでしょうけども、穴井としては先に行きたいところですね。背負いに行った、得意の背負い、穴井。両者ポイントがありません。時間だけが過ぎていきます。ここもやはりあの十分ではないんですけども、高橋が先に技を出してるんですね、残り10秒切りました。ちょっと穴井が焦ってきてますね、はい。高橋の方に、ここで、はい、高橋の方に指導が与えられそうになったんですけども、取り消しになりました、はいはい。ブザーです。さあポイントがありませんが、白3本、白3本、3対0、高橋です、はい。昨年のチャンピオン穴井、ここで敗れました。少し穴井は見すぎましたね、はい。あの力を出し切れずに敗れたという感じですね。がっくりと肩を落として下がります穴井、連覇ならず。決勝戦の前に5つの方の演技が行われました。5つの方は加納治五郎師範が大自然における力のありさまを柔道的に表現しようと研究を重ねて作られました。5本の技には名称はありませんが、柔道の攻撃防御の理合を宇宙の大現象に当てはめた芸術味にあふれた方と言えるでしょう。
決勝戦進出の選手を紹介いたします。赤、東京地区代表立山博樹選手、日本中央競馬会。白、東京地区代表